仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、同業の数十倍を売り上げた保険代理店の仕組みについてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい、過去にですね、仕組み化の手順シリーズということで、はい、業種業態はあまり関係なく、この基本的なこの仕組み化の手順、どの業界でも必要、はい、手順というのを一個一個ですね、ご説明したシリーズがありましたけれども、はい、今回からですね、業界別ですね、いろんな、ね、世の中で業界がある中で、仕組み経営としてこう実績を上げた、業界ということを一個一個こうピックアップしながらいきたいと思うんですけれども、はい、今日はですね、保険代理店ですね。うん、はい、ね、清水さんの方で本のご紹介もあると思うんですけれども、はいはい、その保険代理店の仕組みとして、でテーマが、はい、実績として同業の数十倍を売り上げたっていうところの仕組みなんですけれども、うん、はい、今日はですね、このお話をお伺いできればなというふうに思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、業界別っていうことなんですけども、はい、マイケル・ガーバー氏の本、はじめ一歩踏み出そう、うん、が、日本では出てるんですけども、海外では実はちょっと業界別のやつが出てるんですよね、本が。はじめの一歩を踏み出そうの業界特化版みたいな。そうですね、はい、はい、で、それはガーバー氏が全部書いたわけじゃなくて、うん、そのガーバー氏とそれとあの本を読んで成功した各業界のプロたちのこう合作として本を出してるっていう、うん、そんな本があるんですよね。はい、なるほど。そのままなんか日本ね、展開できなくても翻訳はしてほしいですよね。まあ、そうですね。翻訳ないですよね。ちょっとそこまでニーズがあるかっていうのもあるんで、あれですけど。まさかの。そうそう。はい。はい、まあ、そういうので、大体は20冊ぐらいかな、出てるのは。おぉ、すごい。まあ、その中のね、全部、一応私全部持ってるんですけど、はい、すごいですね。まあ、その中の、その中のできるやつをちょっとね、これからご紹介できればっていう思ってますと。はい、はい、よろしくお願いします。はい、で、今回のやつがですね、うん、まあ、保険代理店っていうことなんですけども、まあ、タイトルは、EMIS Financial Plan、ファイナンシャルアドバイザー。はい。うん。はい。で、これ、まあ、日本で言うと、保険、売ってる人っていうことなので、うん、まあ、今日は保険代理店の経営者に役立つかなと思います。はい、で、まずこの本を書いた人なんですけど、うん、マイク・ストランカっていう人で、はい、これ私もガーバーが来てすごいなと思ったんですけど、うん、売上がね、450億円。すごいですね。すごいですよね。保険代理店ですよね。普通保険代理店ってそんな行くのかなって思うんですけど、聞いたことない、ね。そんぐらい行ったらしいですね。はい、聞いたことないですよね。確かに数十倍。はい、すごいですよね。はい、まあ、普通大体、ね、数億円とかだと思うんで。はい。はい、まあ、実際そういう人だという、ね。なるほど。はい。はい、まあ、この本のね、じゃあ、ちょっと役立つところいくつかピックアップしたいんですけども。そうですね。はい、お願いします。そうですね。1、2、3。まあ、5個ぐらいですかね、ちょっとピックアップしたいと思います。うん、はい、まず1つ目が、これはもういつも私たちも言ってますけれども、はい、ビジョンから逆算しなさいと、うん、いうことですね。そうですよね。で、これが、会の場合、さらに細かくしてやって、はい、まあ、ちょっと本に書いてあることを読みますと、うん、その目標の売上が例えば5億円ならば、うん、それを年間の稼働日数で割りなさいと。うん、で、そうすると稼働日数大体220日ぐらいなので、はい、1日に換算すると230万なんですよね、230万、うん、ってことは1日230万売り上げを立てないといけないってことはまず分かると、まず分かると、はい、はい、で、かつそれをその時給で割ってみると、その社員数の、うん、社員数と稼働時間で割ってみると1時間あたりにいくら稼働しないといけない、稼がないといけないかっていうのが分かると。はい、そうすると、まずそこを目標にするっていうことができるので、うん、ビジョンを分解していくことで、うん、やるべきことが明確になるっていうお話をしてますね。ああ、すごいですね。ビジョンからね、はい、逆算するっていうのはね、何回もね、我々も言ってるし、はい。仕組みにしろ、ビジネスにしろ、そういう発想は非常に重要だと。目の前のね、うん、そうですね、マニュアルだ、仕組みだじゃなくて、ビジョンから逆算なんですけど、はい、さらにそこから踏み込んで、具体的な数字に落とし込んで。うん、そう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 。はい、これやんなきゃいけないっていうところのコミットまで。そうですね。そうですね。これはそうです、はい、徹底的ですね。そうですよね。うん、
で、かつ、まあ、この辺はちょっと勝松さん得意だと思うんですけど、はい、例えばその目標達成のために1時間、例えば5万稼がない時間とあったら、はい、それ以下でできる仕事っていうのは、外注した方がいいっていう。そうですね。そうですよ、はい、外注サービスの方でもね、社長の時給はいくらだっていうところを求めますからね。はい、そうですよね。それ以下のことやってていいのも本当にあなたかっていう。そう、うん、はい。ということがあるので、うん、まあ、具体化、日々の行動を具体化するためにも、このビジョンから逆算っていうのが大切ですよっていうのが、まず一つ目ですね、うんうん。いいですね。そういう数字があると、じゃあどうしなきゃいけないのかっていうのが、どんどんアイデアとして出るので。うん、そうですよね。うん、まあ、すごい、まあ、よくね、年収1億稼ぎたいっていう人いるんですけど、大体計算するとね、はい、1時間5万ぐらいですね、そうすると、時給が。はい、だそういう働き方をしないといけないっていうことが分かるんですよね。はい、素晴らしい。で、2つ目がですね、これもちょっと近いんですけど、まあ、出口を思い描きながらビジネスをするべきであると、ね。出口戦略ってことですか？そうですね。はい、でまあ、彼曰く、その仕組み化の考え方が素晴らしいのは、その、なんていうかな、選択できるということですね。やりたくなければ続けなくてもいいと。うん、そうですね。はい、続けたければ続ければいいっていうですね。うん、でそういう状態を作れるっていうことが、この素晴らしさっていうふうに言ってますね。うん、いいですね。僕もよくね、はい、選択肢と選択権を常に持ちましょうっていう言い方をしますけど、うんうん、そのためにはやっぱ出口としてどうありたいか、うん、どうなりたいかっていうことをしっかり決めてないといけないので、うんうん、そこからやっぱ同じようにゴールからの逆算ってことですよね。そうですね、うん、はい、結構2つ目ですね。で3つ目がね、はい、あ、これは役に立つなって僕も思ったんですけど、はい、まあ、これね、あらゆる業界で同じだと思うんですけど、はい、経営はやっぱたゆまぬ改善の連続なので、あ、はい、はい、って話で、だ具体的にどうするかっていうと、うん、そのまあ、今その会社の中でこう改善の余地がある分野、うん、はい、例えばその、まあ、うちらだったらそのセミナーのやり方とか、うん、ウェブサイトのなんかコンバージョンとかね、その改善の余地のある分野を36個上げてみましょうと。ほう、はいはい、それでそれを優先順位に並べると36個ですね、はい、でそしたら毎月上の方から3つずつ取り組めと。うん、いいですね。そうすると年間で12かけて36個ってことなんですけども、はい、全部できると、はい、でこれマイクさんはこれずっとやってたらしいんですよね、はい、そういう活動、そしたら分かってきたのが何年、はいはいはい、何年もやってたらしいですね、うん、で分かってきたのは、まあ、36個上げて優先順位にリストして、で上の方から取り組んでいくと、うん、まあ、大体ね半年ぐらい経つと、うん、そのリストの下の方のやつ点は、うん、自然と改善されてると。あ、そうなんですね、はい、やっぱり優先順位が高いやつを改善していくと、はい、下の優先順位の低いやつはもう自然と解決されてる。あ、なるほどなるほど、はい、入れ込んだってこう内包されてるんですね。じゃあね、そうそう、なんかそうですね、うんうん、なのでこれはまあすぐね役に立つかなと。皆さんの会社の中でこう36個見つけると改善していくポイント、はい、なんかすごい考え方というよりは具体的な実践方法ですよね、今全部お話ししていただいてるのって。そうですね、うん、確かに。まあ、始めるって増やそう、どっちかというとね、概念というか考え方なんで、はい、うん、業界別になってくるとね、みんな実践者なんで、結構具体的に話が出てくるなと。あ、これいいな、はい。はい。で、これ3つ目ですね。改善。3つ目、はい。はい。で、4つ目がですね、うん、まあ、これもいつも言ってるんですけども、要は平均的な社長っていうのは、はい、平均的っていうか、まあ、社長がやらないといけないのは 35% の時間を、うん、その計画作りに使わないといけないというふうに言ってますね、うん、でもしそれができたらいいんだったら、うん、まず 10% の時間を計画作りに使いましょうと、うん、でそこから年に 5% ずつアップさせていくっていう、ね、目標を立てましょうって言ってますね。あ、そうなんですね。はい、へー、まあ、これもすごい具体的な話ですけど。そうですよね。やっぱ社長の仕事といっても、まあ、保険代理店とか、まあ、保険を取るっていうような、ね、目の前のこととか、うん、その契約書を作るとかっていう目の前のところとかになっちゃうんですよね、はい、だから僕もやっぱよく、はい、常々思ってるのが、今やってるその目の前の仕事、うん、この仕事は目の前のお金のための仕事なのか、それとも数年後に発生する未来のお金のための仕事なのか、どっちなのかっていうところなんですよね。うん、目の前の仕事をしてるってことは、まあ、目の前の今この時の自分が
行動が今の自分をこう飯を壊してるみたいな状況ですけど、未来の仕事をすると、うん、ある時点の未来の今のこの仕事がある時点の未来の自分を食わせるので、うん、その時の自分って過去の自分が食わしてくれてるんですよね。ああ、なるほどね。そう、過去にやったことが今のその時の自分をこう、うん、お金を発生して食わしてくれてるので、うん、そうだから常になんか未来の過去の今の自分、まあ、混在しますけど、うん、今は未来の自分を食わせるための仕事とか未来の仲間を食わせるための仕事に、うん、こう周知しようっていうふうに僕は考えてるんですよ、うん、そうですよね、確かに。だからそういうことなんですよね、これってね、うんうん、計画作りに使うとか。そうですね、うん、いや職人型のビジネスだとちょっと言い方悪いですけど、うん、なんていうかな、やっぱ過去の遺産で食って、遺産っていうか過去の遺産で食ってるっていうケースは結構ありますもんね。過去の遺産を食い潰してるみたいな。そうですね。そう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 、それが結構あるんで、そうじゃなくて、そうじゃなくて未来へこう種まくっていう方の、はいはい、うん、こうですよね。それをずっと続けてれば、ずっとこう過去の自分が頑張ってくれたおかげで今食えてるって感じで、うん、終わる、続くじゃないですか。そうですね、ね、遺産が枯れないので、うん、確かに、うん、そう、大事ですね。はい。はい。うん、ありがとうございます。で、これ4つ目ですね。はい。はい、最後で、最後がね、僕好きなんですけど、うん、保険代理店が市場を支配するためのステップと。お、すごい。すごいですね、タイトルが。まあ、確かに450億円もやってれば支配してる感じになるんでしょうけど。ああ、すごい。タイトルがすごくないと思って。はい、何ステップあるんですか？これ12個もありますね。あ、結構ありますね。はい、はい、ちょっとこれだけでも一応なっちゃうんですけど、確かに支配するたびに3ステップで支配できないですよね、多分。そうそうそう、はい、ぜひ一度教えて。3ステップありました、はい、はい、まあ、ちょっとね、今言ってきたこともかぶるんですけど、ちょまずステップ1からいきますと、うん、まずビジネスのビジョンですよね。あ、最初のね、はい、はい、うん、でまあ、彼曰くそのほとんどの保険代理店っていうのがその目の前の売り上げを上げるとか、うん、コミッションを稼ぐためだけのこう作業になっていると、うん、はい、ね、うん、でそうじゃなくて、僕クライアントのために何をするのかを明確にしなさいと、うん、なんかノルマっていう言葉がすごいなんか重くなってる。そうそうそう、うん、はい、あると思いますね、うん、でこれまず第一ですね、はい、で第二が、あのどこの誰を対象にするのかっていうのを明確にする、顧客を、うん、はいはい、でかつその顧客にリーチするための5つのマーケティングの柱を作る。おお、それは面白いですね、はい、ほとんどね、紹介だけやってる人多いと思うんですけど、紹介だけじゃなくて、なんかいろんな、うん、ね、自分たちのイベントやるとか、なんかそういうチャンネルを5つ用意しようと。面白いですね。これ一つの、だから、一つの営業、マーケティング方法で、そこを横展開して複数の、はい、あのお客さん、業種、業態を対象にするではなくて逆ってことですね。はい、一つのターゲットに対して、複数のアプローチ方法を考えると。ああ、そうそうそう、そうですね、確かにね、はい。なるほど、面白いですね。うん、はい、まあ、深掘りしようってことですよね、そこの市場、うん、そうですね、はい、で、3つ目がですね、そのアポイントのやり方っていうのを文書化しなさいと、マニュアル化しなさいと、仕組みですね、はい、はい、いうことですね、うん、で、4つ目が、そのサービスの提供方法っていうのを、まあ、これどっちかというとバックオフィスかなと思うんですけど、それをもう全部マニュアル化しなさいと、はい、うん、いうことですね。もうあなた常にそのステップごとを俗人化しないようにしないようにっていうふうにやるわけですね、はい、うん、そうですね、うん、で5番目がですね、顧客と生涯付き合えるコミュニケーションの仕組みを作るとです、ね、やっぱ長い時間軸で考えるってことですよね、はい、そうですね、まあ、確かに昔私もね、保険に入ってた時っていうか、まあ、今も入ってますけど、あの昔の人は一回入ったら何も連絡してこなかったんですね。そうですよね。そう、それこそ結構そういう人が多いんじゃないかな。それこそビジョンも何もないですよね。そう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 、はい、まあ、結果その人ね、あのこの市場から引退しちゃって、ああ、私は別の人に変えたんですけど。なるほど、はい、でこれ第5番目ですね、はい、で6番目がその大きな一時的な売り上げと継続的な売り上げをミックスさせる仕組みを作ると。これどういうことなんだ、はい、あ、そうかそうか、一時的な売り上げと継続的な売り上げってことですね、はい、そうですね、はい、だからまあ私たちで言うと、ね、昔よくプロダクトローンチってこう一気に売り上げ上げる人はありましたけど、はい、うん、それだけやってると、うん、その結構大変だっていう
ことですね、うん、そうですね。確かに継続的な売り上げを目指すんだとしたら、このステップ1個前の、はい、ね、付き合える継続的なコミュニケーションというのが必要になってくるので、うん、あ、そうそうそうですね、うん、そうですよね、ここがセット、はい、うん、で、第7番目が、戦略的なパートナーシップということで、うん、はい、まあ、いろんなプロフェッショナルな人たちとネットワーク作れっていうことですね、うん、あ、はい、まあ、もちろんそこから、ね、紹介とかあるんでしょうけど、うん、まあ、経営に紹介してるとかね、うん、経営チームとまではいかなくても、そういうなんかプロフェッショナルの輪を、はい、ネットワークを作ってくるってことですね。うん、そうですね、うん、で、8番目が IT を使うと、うん、ということで、まあ、彼曰くね、これ日本もそうかなと思うんですけど、ほとんどのその保険代理店、はい、ほとんどっていうか、まあ、結構の割合の人たちがいまだにウェブサイトをまともに持ってないっていう、うん、ことがあると。そうですね、はい、うん、まあ、これ結構保険代理店じゃなくても、なんていうか、資料の人たちで意外と持ってない人いますよね。そうですよね、ま、保険代理店でいうと、はい、保険してる人がね、それぞれなんか一人一人なんか個人事業主っぽくて、うん、名刺あると別にホームページも持ってないし、でその元の代理店といっても、ホームページはあるかもしれないですけど、なんか会社と紹介的なものしかないとか、うん、活用してるとは言えないですよね。うん、はい、そうですね。うん、確かに。まあ、名刺代わりに、ね、持ってるだけぐらいのところですよね。はい。で、これ8番目 で、9番目は、まあ、解決財務をちゃんとやりなさいというですね、現金の出入りをしっかりいかにしなさいと。はい、入りと出をしっかり。そこの仕組み作りですね。うん、はい、そうですね。で、10番目が責任の所在を明確にしなさいということで、はい、まあ、これはいつも僕らが言っている組織づくりちゃんとしろということですね。そうですね。で、11番目が自己投資を継続的に行いなさいということで、うん、まあ、彼は本大好きらしいんですけど、その本を読むだけじゃなくて、その著者と実際に知り合い になりなさいということですね。すごいですね。本読んで、はい、著者に会いに行きなさいということですね。はい、行動力。行動力。で、12番目が付随する収入源、まあ、言い換えれば複数の収入源って言ってます。まあ、これちょっといまいち詳しくわかんないですけど、うん、だからそういう保険代理店からの売上だけじゃないってことか、うん、と思うんですけどね。なるほど。まあ、川の支流がこう、はい、なんかね、それぞれ来て大きくなっていくみたいな、はい、そんな意味そうですね、はい、はい、まあ、という12ステップなんですけど、うん、まあ、まあ、なんていうかな、基本をしっかりやってるっていう。そうですね。すね、まあ、ステップの中で、まあ、いつも僕らが言ってることをやってると。はい、そうですね。おっしゃる通り、そう、仕組み化の手順が入ってて、はい。はい、確かにこれをやっていけば、結構支配するステップ。そうですよね。なのかって思いますよね。うん。うん、まあ、やっぱり、人依存じゃなくて仕組み依存にするっていうね、その考え方がやっぱりあんまりない業界だったと思うんですね。そうですよね。まあ、なんか職人さんですよね。うん、それぞれ一人一人がなんか表彰されたり、ああ、ね、評価されたり、もう自分の腕だけでね、食っていくみたいな、営業力で食っていくみたいな。そうですよね。そんなイメージありますよね。うん。ある程度できるようになったら独立しちゃうし、みたいな。あ、そうですよね。はい。はいはい。まあ、そうじゃなくて、仕組み依存に変えていくっていうところを基本的なところをしっかりやってるって感じしますね。ああ、面白いですね。でもそういうね、350億でしたっけ ?450 億。450億。人はね、そういう、ものすごい説得力ありますけどね。そうですね。うん、で、最後のね、まあ今のが全部で5つ のポイントなんですけど、はい、で最後彼が言ったのが、うん、その、マネジメントに関して私の考え方を生涯にわたって変えた一言は、うん、人は管理できない。仕組みは管理できるというものであると。ガーバーの言葉ですかね、これは。はい。はい、だと思いますね、うん。まさにそうですね。で、まあ、人が正しいかどうかを気にかける必要はないと。うん。仕組みが正しいかを気にかけることだと。そうすれば自然と合わない人は去っていくということですね。はい、はい、はい。うん。これまさに我々も現場でね、実感してる、ね。そうですね。感じですね。はい。実感してるし。ここの、こう、なんていうんですかね、マインド切り替えっていうのはやっぱ経営者に対して求めるところだし、うん、すごい大事なところだと思ってるので、うんうん、まあね、今日はその、まあ、保険代理店っていうところの業界別で話してますけど、はい、そこに関してはやっぱりもう全業種ですよね、うん、そうですね、考え方としては、はい、うんうん、まあ、これからの、まあ、今日保険代理店でしたけど、これからやっていくのも業界別なんですけど、はい、まあ、基本原理原則やっぱりちゃんとやってるっていうところが、そうですね。
ただ、このポッドキャストも、まあ、順番的に良くて、最初、仕組み化の手順をこう、ね、必要なところってご説明した上で、まあ、業界別に言ってるじゃないですか、はい。で、その手順と業界別の手順とか成功法則、はい、別々のものではなくて、うん、基本的なところを、その業界でどうやっているのかっていうところの、うん、まあ、話が入ってくるので、そうですね。ね、はい、基本はその手順、原理原則を押さえておいていただくといいかなというふうに思いますね。うん、そうですね。はい。はいというわけで、保険代理店でした。はい、ありがとうございます。はい。それでは、仕組み系ポッドキャスト。同業の数十倍売り上げた保険代理店の仕組みをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。